三人の中から夫を選ぶスカニアー。スカニアーはインド神話に登場する女性。シャリアーティオーの娘で、チアバナセンの妻、プラマティの母。スカニアーは、不王の行行行に同行した時、湖のそばにある土の塚に乗って遊んだことがあった。この塚には、穴があり、その奥が光ったので、スカニアーは、棒で穴をついた。ところがこの塚は、 チアバナ船が長年その場所で不動の苦行を続けた、間に土が降り積もり、アリが巣を作ってできたものであり、スカニアーが棒でついたものは彼の目であったので、彼は失明してしまった。王はチアバナに許しを請うために、娘を妻として与えた。チアバナは高齢であったが、スカニアーは彼を深く愛し、献身的な良き妻となった。ある時スカニアが森で水浴をしていると、 アシュビン宗神がその様子を目撃し、スカニアーの死体の美しさに、すっかり魅了されてしまった。そこで、アシュビン宗神は彼女に愛を告げた。しかしスカニアーは、自分はすでに血や花の妻であることを述べた。驚いた宗神は、スカニアーの輝くばかりの美しさを褒めたたえ、あなたのような若々しい女性が、追い先短い老人の妻となって、その若さを浪費することはないと述べ、 自分たちのいずれかを夫とするよう迫った。しかしスカニアーは心を動かされるどころか、送信を拒絶した。そこで創人は一つの策略を仕掛けて、次のように提案した。チアバナを若返えらせてあげよう。しかしその後であなたは、再び我々三者の中から誰を夫とするか、選ばなければならない、と。スカニアーとチアバナは相談して、この提案にじことにした。 しかし次に起こったことは彼らを全く困惑させた。アシュビンソーシンがチ合バナを泉に浸すと、彼の肉体は若さを取り戻し、失明した両目も光を取り戻した。ところが泉から上がってきたソーシンと夫は姿形、服装、ソーシングに至るまでそっくりであり、スカニアーにはどれが夫なのか見分けがつかなかったのである。彼女はこの中から、 チアバナと思うものを選ばなければならなくなった。しかし彼女が直感で選んだのは見事にチアバナ、その人であった。この話は、マハーバーラ多大三観に述べられているが、スカニアーと同じ災難、つまり神々が、一中の男性がいる美女を法的に正当な手段で、奪うために、その男と同じ姿に分けて、騙そうとするのは、同じく、マハーバーラ多大三観に挿入されている。 奈良大物語のヒロインであるダマヤンティーにも降りかかっている。ありがとうございます。